おります。さあこれがもう2枚いろいろ着なくてもサっと羽織っていただくだけでいいわけですよね、はい、そうなんですね、うん、なのでもう着るだけです,そう,ですそうするともうストンと落ち脇はちゃんとゆとりがあるんですここはゆとりがありながら私身長165センチありますただいま M サイズを着ていてもうこういった感じこ<の>要は広がりは手を上げるとゆとり感を感じていただけますけれども普通の姿勢になった時にスーッと落ちるんです 消して太って見える。これが綺麗にシルエットを作ってくれますね。あと、身長165センチの私が M サイズを着用しても、お尻ここまでですから。ゆとりを持って隠れてるので、安心感があるだけか。で,ね、でも、決して重くないんです。ちゃんとスリットも入っていて、はい、この刺繍レースのこの抜け感があるので。着丈がありながら軽いんですよね。そうですよね。着てる本人も軽いですし、見た目にも軽々ですよね。あと、大竹さん。はい。袖元の長さ。 エルも残りわずかとなりましたホワイトですで伸縮性もありますそしてやはり差がつくのがこちらですよね裾元の部分がレースとスワロフスキーのクリスタルを前後全面にちゃんとぐるりと されています前も後ろもちなみにこれが直接当たるわけでもないわけですよちゃんと生地が表地を1枚重ねてますから当たらずで,でスリットがサイドにありますので、はい、あのふくらはぎ部分も、はい、窮屈感少なほとんどちゃんとそこで抜け感が出ますのでピタッとなってしまって「もうどうしようもなりません」ではなくてちゃんと,ゃんと動きやすいこのハイテンションの 伸び感。伸び感。ではそうなんです。あのー、どうしても夏場の時期は足元にみんな。